どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。このガズギター教室はですね、宇宙一簡単なギター講座ということで、毎週日曜日に、このガズレレ、普段だとね、このチャンネルはガズレレ YouTube チャンネルといって、ウクレレのね、簡単レッスン動画チャンネルなんですけど、日曜日限定でギター教室やってます。今日ももりもり楽しいギター弾いていきますよ。今日はですね、もう今も春真っ只中なんですけど、あえてこの曲をチョイスです。はい、キャンディーズの春一番。ギターでやったら気持ちがいいですよ。はい、これね、初心者の方にはかなりおすすめとなっております。コードは6個で、結構すごいシンプルなコード進行と、やっぱ歌いやすいメロディーと歌ですね。これぜひ皆さん、今春全開の中ですけどですね、奏でていきましょう。さあ、このカズギターはですね、私が考えついた世界で一番、いや宇宙で一番簡単なギター講座となっております。とにかく簡単にしていて、基本的にはね、このガズギターっていうのは、何もやったことない方がギターで弾いて歌えた、うわ、嬉しいという、このゼロイチを体験していただくべくですね、もう超ウルトラ簡単アレンジにしております。コードがですね、もう画期的すぎて、もうね、笑っちゃうぐらいの簡単さ加減なんで、ぜひ皆さん、ガズギターでまず、ギターゼロイチ始めてみてください。やってみたいなと思う方、概要欄に始め方の URL 書いておくんで、そこでね、動画とかを見ながらね、ちょっと練習してもらって、ちょっともう、ここに戻ってきていただいて、この春一番今日やっていきましょう。そしていつもお伝えさせていただいていることなんですけど、このギターから最初に楽器始めるのもいいと思うんですけど、ウクレレ、このウクレレっていうのはギターよりはるかに簡単ですぐにできる楽器なんですよ。で、今のご紹介した私がやってる別チャンネル、この別チャンネルじゃないの、このチャンネルなんですけどね、ガズレレというところでウクレレを始めてもらうとですね、ギターとめちゃくちゃね、なんつうのかな、親和性があるというか同じなんですよ、弦楽器でこう弾くこととか。なんでかなり参考になると思います。なんでウクレレである程度弾けるようになってからギターに横展開するのもすごいおすすめ。というわけで、ガズレレで始められるウクレレの URL も貼っておくんで、そこでもちょっとね、やってみてください。両方やってみるのもいいかもしれないですよ、ということでございます。さあ、始めていきましょう。今日出てくるコードは6個です。今日はね、指2本のコードばっかりに、E というコードが加わって、この E だけが指3本ですけれど、どうですか？あとは全部指2本コード。これはね、まあ、とにかく簡単アレンジになっておりますね。まず初心者の方、このコードを、覚えてもらって、リズム4つ弾きでいいんで、ゆっくりとやっていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。前半はシンプル簡単バージョン、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはここにね、コードの響きが、いい響きが加わり、あとリズム。これが大事なんですね。加わってくるんで、2バージョン最後まで、最後ぜひね、ご覧になっていただければというふうに思います。それではシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみます。春一番ガズギターシンプル簡単版やってみる。1、2、1、2、3。雪が溶けて川になって流れる水。美しいの子が恥ずかしげに顔を出し、もうすぐ春ですね。ちょっと気取ってみますか。ねえ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 。1、2、3、4。風が吹いて暖かさを運んできました。Oh,
中の春一番ガズギター式超簡単シンプルアレンジバージョンゆっくりとやってみました。この簡単コードだけでももういいですね。やっぱりこのキャンディーズの春一番が最も一番いいテーマですね。歌いやすい、歌が歌いやすい、これはなかなか弾き語りをする上ではですね、重要なポイントなんですよ、皆さん。で、もちろんね、演奏もね、これかなり簡単で、何がやっぱり初心者の方におすすめかというと、今気づきましたかね？今ざーっと見てみるとね、ワンブロックにコードが全部1個なんです。すごくないですか？これはだから、この曲で、まず弾いて歌う感覚、がっちり掴んでください。コードもさっき見せたようにね、指、2本コードばっかりの中に E だけ、指3本。これがたまに、ダーダーと伸ばすことで出てくるということでございます。シンプル、この上ない。この曲をですね、まあ、とにかく、このゴールデンウィーク中に、もう完全にこなせるようになるとか、そんな目標いかがですかね。あと1週間ぐらいありますからね。はい。ぜひこの春一番ですね、初心者の方、おすすめなんで、あとね、ギターちょっと弾けるよという方は、これから始める人にもこの曲をね、ガズギターバージョンで、ガズさんレッスン動画公開してたよとか言いながらこう教えてあげるのもすごくいいかもしれません。はい。これはね、注目でございます。で、この後かっこいいバージョンをやるんですけど、最初にですね、ガズギターアレンジによる超シンプル簡単バージョン、楽譜を画面上にシェアしておこうと思います。春一番キャンディーズガズギターの楽譜なんですけど、今日ちょっとね、これを見ながらやってたんでね、目が泳がないようにカラーリングが入ってるんですけど、あんまり気にしないでください。はい。これ見ていただくと分かるように、ワンブロックコード1個がしか入ってないでしょ？これがね、初心者の人にはめちゃ助かるんですよ。あとメロディーの歌の歌いやすさ。これはやばいです。はい、こうやって映しとくので皆さん、一時停止してゆっくりメモ書きして、自分のペースでいいんでゆっくりやっていってください。まずは今のこの1番ですね。A メロ1番。で、ここに間奏が入ります。ねえ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 。はい、ここ2番。A メロ2番。コード進行は1番と同じ。歌詞が変わる。一時停止ね。一時停止で書いていってくださいね。はい。そしてここがですね、まあまあ、B メロというか、この曲って全部サビみたいなとこありますからね。泣いてばかりいたって幸せは来ないから前に進んでいこう。重いコートを脱いで出かけませんか。いいですね。外に行こうぜとメッセージを送ってくださってます。はい。で、ここまで来たら今日はね、2枚に渡ってるんですよね。はい。こっちの、楽譜になります。はい。ここまた感想でれ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 やって、今度は3番というか A メロ3番ですね。を歌って、コード進行1番と2番と一緒ですからね、歌詞が変わってきます。そして、またここのラストというかですね、ここ、ちょっと長めですけど、例の B メロのところですね。はい。ね、ここら辺がストーリーがね、1年越しのストーリーが描かれております。別れ話したのは去年のことだ。で、最後、もうすぐ春ですね、2回繰り返して終わった。これがガズギターアレンジになっております。超簡単、嬉しいやつですね。で、まあ、今言ってるんでしょ、コードの確認をちょっと今一度しようと思うんですけど、今やったシンプル簡単バージョンはこのコードだったわけですけど、いつもの流れでご紹介です。この C と F と G だけが、ちょっとコード、響きがパワーアップします。はい、ここが変わります。このコードです。ドン。どうでしょうか。色がついているところが加わりましたと。これはね、もうガズギターでいつもこの解説のね、流れなんですけど、一応ね、まあ、さっきの C はこことここ2個だけだったんだけど、今度の C はここが加わります。2弦の1フレットですね。そうすると響きは。あ、で、ちなみにこのコード表にあるこの×印のところは、できれば弾かない方がいいということで、こういうふうに音をミュートさせて、今親指やってますけど、まあでも難しかったらちょっとあんまり考えなくてもいいです。まず鳴っちゃってもいいと思いますよ。はい。で、次は G はですね、さっきの G はこことここの2個だけだったのに対して、ここが加わります。1弦の3フレットですね。小指でやってます。はい。これは簡単です。次問題は F。さっきの F はここの指2本だけだったんですけど、小指でここ、4弦の3フレットと、中指で、3弦の2フレットを加えて、1弦と2弦は弾きたくないんです。これはだから、この1弦を押さえて、ここで、ここの部分で1弦と2弦に触れて音をくすぐらせる。わざと。で、弾くと、はい、1弦と2弦の音になりませんから、これをうまく使って、これこそが、世界一、宇宙一簡単ガズギターの真骨頂でございます。響きは、ちょっと気持ちよくギリギリ感じられる程度で、とりあえず弾いて歌うことを目指しております。本当はね、もっと難しいんですけど、1弦までこうやって押さえて、1弦と2弦まで1フレット押さえるって、これね、なかなかのね、ここでみんな、ギターで突っかかる F コードも、これをですね、ガズギターでは、このミュートすることで、いいですよというふうにやってる。まず01、きっかけの。
YouTube チャンネルになってますんで、安心してください。まずこれで歌を歌う。弾き語りだから歌中心ですからね。その代わりと言っちゃなんですけど、歌にパワー込めてくださいね。はい。こんなコードでやっていこうと思います。それでリズムなんですけど、この曲はね、もうほんとシンプルに8ビートでいこうと思います。今回のガズギターの、私の弾き方としてはピックを使って、例えば、A 星でいくと、なんていうのか、ちょっといつものようにやっぱブリッジミュートかけて、ブリッジミュートっていうのはこの手のこの部分をギターのこの弦が出てるとか、ちょっとここに押し当てながら、ちょっと音をくすぶらせながら、こんな感じでちょっと渋い感じでやって、もちろんいつも言ってますけどフルオープンで、何もミュートをかけずに、こんな感じでもすごく素敵だと思います。はい、これはもう好みの問題なんで、手首柔らかく体でリズムをキープして、8ビートですから乗りやすいと思います。8ビートのやり方に関しては、ウクレレのね、8ビートの解説がめちゃくちゃ参考になると思いますので、一応概要欄にウクレレでできるリズムのいろいろと URL 貼っていますんで、そこでちょっと8ビートをまず掴んでください。1、2、3、1、2、3、これがね、まず8ビート基本ですからね。はい、ウクレレでちょっと動画、動きとしてはね、ギターもウクレレも一緒ですんで、それは参考になると思います。さあ、もう早速やっていきましょう。春一番、キャンディーズのあの名曲、ガズギター式、かっこいいバージョン、それでも簡単になってますからね。ノリノリバージョンでやってみる。やってみたー、かっこいいバージョンやってました。やっぱこの8ビートのこの小気味良いリズム、ダン、チャッタスタチャン、この春になって出かけませんか、で行動に移しませんか、ちょっとやっぱこう前向きになれるような元気のいいリズム、これがいいです。ちょっと晴れてる感じが出てるのもいいかもしれませんね。ドライブ感が出るとすごく気持ちがいいです。これギターならではですね、この弦のこうスパーンというこの、なんていうのかな、跳ねるような音色。これをですね、ご体感ください。そしてやっぱり、コードの響きがね、C とかこう突き抜ける、ね、1弦までシンってこう鳴らす気持ちがいいんでね、簡単バージョンではまず手応えを掴んでもらって、このかっこいいバージョンではコードの響きとか、このノリ、あと忘れちゃいけない、この歌の世界観、春が来て、これからもうなんかエネルギッシュにね、前に向かって進んでいこう。こんなエネルギーもですね、一緒に歌に込めて歌っていきましょう。これも超おすすめしたい初心者さんに。これ課題曲にするにすごくいいですよ。
コードも簡単だし、歌も歌いやすい、言うことなしの元気もりもりソング、はい、ぜひ皆さん奏でていてください。そしていつものご案内ですけど、このねガズギター YouTube チャンネルのコメント欄にですね、何か聞きたいこととか質問などあったら書いていただくと、それに対して答えたり動画に活用したりとかするんで、ぜひご活用ください。そしてですね、私がメインでやってるこのガズレレではね、やっぱ面白いことたくさんやってるんですよ。ぜひ皆さんウクレレもやってほしいなということで、この後ちょっとご案内貼っときます。イベントなどの情報などもあるんでね、ぜひ皆さん最後までご覧になってください。はい、また日曜日お会いしましょう。ゴールデンウィークは楽しく音楽やっていこうぜ。それじゃあね、皆さんバイバイ。知らせです。ガズレレセンター10周年記念モデルを含む G ラボガズレレのウクレレたち、ただまあ大好評、販売予約受付中、ガズレレ公式ホームページでぜひともチェックしてください。最高最強のウクレレたちとなってます。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っとくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。